今日もいつものあの名栗湖有馬ダムに来てます。かなり放水しちゃってるね。これじゃあのカヌー遊びもできないね。で今日はちょっと NSR のことを説明したいと思います。タイヤのことをね。タイヤはダンロップのアルファ12を履かせてます。でリアがねちょっとこのホイール多分 3.5 だったと 3.5 だったか3.1だったかちょっと覚えてないんだけど、ギリギリいっぱいの150のサイズを履かせてます。で最近こだわってることはタイヤの空気圧だね。まあ実際にレッドバロンさんで窒素ガス入れてるんだけど、フロントが 2.1、リアはちょっと高めだね。フロントそれからリアともにバタつきが出ない程度まで空気圧を落としてます。まあグリップ優先でね、あんまり低くするとね押し引きが重くなっちゃうんでね、バタつきが出ないくらいの、タイヤの空気圧にしてます。まあそのことですごくね今日走ってきて感じるのはリアタイヤのグリップがね、ほんとすんごくよく感じられるね。まあフロントもそうなんだけど、非常に振り回しやすいね。まあいつも 400cc の4気筒の YB7 走らせてんだけど、やっぱりそれよりも20キロぐらい軽いから、やっぱり取り回しっていうか振り回しがやりやすいね。うん。まあそういうことで、また来てみたいと思います。ではでは。